だけど失敗した時の選手をなじったり怒ったりする指導者は俺は認めません。トリプルセブン、ラッキーさん。落合監督についての武井さんの印象を聞かせてもらいたいです。自分は経営をしてて、監督のすべての本や YouTube などを見て学び取ろうと思いますが、勝つというか、結果に対してのこだわりが本当にすごいと思いました。野村監督は物事に対する視点が他と全然違う。要は、感覚が尋常じゃないと言われてました。武井さん、どうし、どういう印象を持たれましたでしょうか？まあ、まず、野球っていうゲームのルールをきちんとついたチーム育成の指心を示してるなと思いました。まあ、落合さんがよく言うのは、1点も取られなきゃ負けないでしょっていう。だからピッチャーと守備に重きを置いて、とにかく一番点取られないチームを作ろうっていう。点取られなきゃ負けないんだからっていう感じでしたね。選手たちは全員才能があって、選手たちは本当に全員素晴らしい選手で、自分たちが指導者として入るんだったら、キャンプだったりとか、普段の練習だったり、トレーニング、まあ、コーチングとかで、その選手たちが勝てる状態にするのが指導者の仕事だから、試合で選手に責任を取らせない。試合の結果の責任は全部監督の自分にあると。それ以外、選手がうまくいかなかったことを責めるとか、そういったことは絶対にしないと。選手がうまくいかないのは指導者の責任だから、選手を責めることはないと断言してました。そのあたりがやっぱり素晴らしい指導者だなっていう。意外とスポーツの指導者の人って、選手がうまくいった時は自分が指導したからうまくいったんだっていうくせに、選手が失敗した時は選手を叱るっていう指導者すごい多いですけど、俺は一番間違ったと思う、そういう指導がね。選手がうまくいかないのは指導の結果うまくいってないわけだから、うまくいかなかったことは、ああ、ここを失敗してしまうような指導しかできなくて申し訳ない。で、選手がうまくいったら、いや、お前はよく努力して素晴らしいなと。俺の指導とかもきちんと聞いてくれて、それを実践して、実際に上達して、試合で力を発揮してくれて素晴らしいって褒めたたえる。だけど失敗した時の選手をなじったり、怒ったりする指導者は俺は認めません。だからそういう意味で僕は落合監督は最高だと思います。選手のことをちょっと番組で悪く言うとかじゃないけど、やっぱり能力が落ちてるんですかねみたいな言い方とか、なんか選手がちょっとでもイメージ悪くなるような言葉を使うと、そういうのは違う、バサッて切ってくれるんで、選手は悪いなんてことはない。そういうことを常におっしゃる方なんで、本当選手たちの人生とか、野球選手が野球を選択してそこで人生を送っていくってことの苦しさとかいろいろご存知だから、だから彼らの本当に努力とか人生をすごく愛情を持って見守っている感じでしたけどね。Say hello to New York City.